そうですよね、1ラウンドやっぱりしっかり払っています。ネイビー福岡からやってまいりました。福岡北九州オリオジム坂になります。カノリクのコンディション、右フック連打というのもあります。おっと、ここは詰めていく、かけてきますね。はい、そうですね。さあ残り10秒という表、はい、はい、まあ、とにかく坂なんで、はいはい、楽しみですよね。おーっと、おっちょっと今グラグラっときた、グラグラっときた。いや、坂井選手が速攻できましたね。はい、そうですね、はい、右のまっすぐな、はい、第1ラウンドの均衡からちょっと今坂井のペース、左一瞬のダウンの静寂をファンの皆さんも見せています。あ、奪われました加納陸、結局その時は判定で勝った。あと、いい当たり、非常にどうでしょう、力強いパンチもある。10秒、坂井匠、そしてネイビーのその後 KO の坂井匠、加納陸は15試合で12勝という国内での成績が残っています。あ、ジョージアフト加納陸は追い詰めています。うん、ここは第3ラウンド加納陸のペース、いい頭の位置を変えながら、はい、はい、ボディからアッパーのになります。第3ラウンド序盤にいい形で、おボディからのアッパーですね、はい、内枠が、はい、ここもいいアッパー決まりました、はい、左のストレートもそうなんです、はい、も威力のあります加納陸です。ここは右、あっと今度集めて、さあ残り30秒で、お栄も構成というところ、アッパーが出ます、ボディ、ここは髪が奪われた加納陸なんですけれども、うん、ファーミングストレート、タイミングのいい右をね、はい、はい、そうですね、赤井匠です。この右のストレートを注意しなければいけませんが、あったか、そして今度はちょっとガードを上げた形になる加納陸、ガードを上げた形になっている、左、うん、ここ距離を取る、詰めていく、右をどれだけ生かしてこの最後の左に持っていくかという加納陸ラウンド、はい、左からのアッパー、アッパー、右アッパーだ、左、はい、おお、ここ、はい、すごい打ちになってますよね、はい、が続いています。とも試合してるんでね、はい、はい、坂井選手は、さあそして第5ラウンド、ここも序盤、はい、共にガードを上げてますけれども詰めています。ここは両者ともにこうちょっと上げながら詰めてますね、はい、そうですね、ここはカノリパーっていうのはすごく有効的なパンチだと思います。はい、さあカノーの左が炸裂するか、第5ラウンド、こう必要にここはちょっとこうアッパー、そしてボディで攻めています、はい、坂井匠、おっとアッパー、引き出しがとにかく多くなった、ここもだ、どうですか、 はい、この第5ラウンドの出ると思います、はい、ボディからアッパー、ここも今右、そしてアッパー、左、はい、あとここもまあですか、どれだけこうやっぱりこう左を生かすためのこう、はい、もっとね、あの足を使ってボクシングをするのかなと思ってたんですけども、はい、あとここダウンだ、ここでダウンだ、2度目のダウン、ここは栄が2度目のダウンを奪いました。はい、そうですね、はい、やはりこうダメージを抜いていくという、はい、おナイス、さあただ栄の方も必要にここはボディを先ほどから攻めてきますので、そのあたりのダメージはどうかというところもちょっと気になります。バーから今度は左栄です。もうあるのかなっていう感じが、はいはい、するんですけど、やっぱり加納はやっぱり気持ちが強い、逆に加納が、ね、プレスをかけてるんで、はいはい、その自分の流れでの試合を待つ、はい、ライトフライ級の15位加納の方は5位です。おお、さあいい形、加納陸、場内からも拍手が起きている、加納左右、さあ残りあと1分です。必要にここは第6ラウンドしっかりとプレスをかけていっています、はい、さあ残りあと20秒です。はい、はい、糸の言える見える、はい、ボクシング、はい、失礼、第7ラウンドが始まっています。第6ラウンドが終わりました。第5ラウンドにダウンを喫して、そして第6ラウンドで自分の流れに戻した、うん、でパンチは、はい、すぐ打てるんで、はい、まだ、まあ、ですからその随分とやはりこう、はい、この方も右左生かしながらのアッパー、うまいですよね、はい、左右ボディ、左ボディから右ボディ、はい、取っていきたい加納陸です。もう確実に各ラウンドでポイントを取っていきたいところ、ワン、ツー、スリー仕掛けてきます、また左、あとかけていく、はい、ここにあとかぶない、やっと栄
栄も、はい、いいタイミング栄にはあります。ここも左、加納の左、左中央、左だ、左、そしてただこの栄の一発には気をつけなければいけない、左構成、これ栄匠27歳、みんなに支えられてここまで来ました。さあここはちょっと加納の方どうでしょう、この第8ラウンドはお互いがその自分たちの展開になっていると思います、はい、金銭右だ、今度は右、はい、右の連発、右ではなくて右単体で怖いよ、注意の栄です。ワン、ツー、今度は加納の右だ、右左しっかり打ち分ける、左、右、左、場内が沸く、加納、おお、すごいです、すごい、そして右のリードジャブ、左を切る、あっ、ここは右だ、ボディを攻める、あっ、ここいい形で打ち合う、打ち分ける、打ち分ける、さあここまた加納の左右の打ち分け、いっている構成だ、さあ仕掛ける、構成、構成、さあどこに倒せるか、まだ持ちこたえている、持ちこたえている、栄、栄、まだ持っている、まだ持っている、いやあのね、はい、ダウン2回取られて本当にすごい練習量だと思います、はい、さあここからちょっと今日は加納が構成を、加納第9ラウンド仕掛けてくる、くる、まだ打っている、まだ打っている、構成1本